破壊夜勤はトルコ系スイス人のサッカー選手。ポジションはミッドフィルダー、フォワード。同じくサッカー選手である兄の村と夜勤の影響でサッカーをはじめ、1984年に地元クラブの FC コンコルディアバーゼルのユースチームに兄と入団する。1995年に FC バーゼルとプロ契約。 プロ契約後は、スイス国内を転々とし、2000から01シーズンには、グラスホッパーのリーグ優勝に貢献。バーゼル復帰後は10番を背負い屋と共にチームを引っ張った。その後幾度か、海外挑戦を試みたが活躍することができず、2005年に、再び、スイスに戻ったが、2008から09シーズンは、カタールのあるガラファでプレーし、2009から10シーズンから、 スイスの FC ル・ツルニエ籍した。代表としては2000年のオマーン戦でデビュー、ユーロ2004予選では7試合で3得点を記録し、本大会行きに貢献した。2006FIFA フフワールドカップは当初メンバー入りはならなかったが、負傷したヨハン・ホンランテンの代わりに登録された。地元開催となったユーロ2008では、背番号10をつけて臨み、チームは グループリーグで敗退したもののチームの全3得点を挙げる活躍を見せた。ありがとうございます。